はい、えー、皆さん、こんにちは。司令太のチャンネルです。このチャンネルでは、高校から大学教養レベルの様々な講義を展開しています。今回は、特殊関数論第2回、偶関数と奇関数の講義をお届けします。それでは、参りましょう。はい、まず、旋回の復習です。旋回はですね、ルジャンドル関数というガンマ関数に続いて2つ目となる特殊関数を取り上げました。このルジャンドル関数のルジャンドル、 というものは何なのかとい,いうと、これはフランスの数学者の人の名前だよということでした。で、このルジャンドル関数、一体どういうところで使,る使われるのということについては、えー、具体的に量子力学とかの、えー、物理学や工学、社会科学など、さまざまな分野で適用される極めて重要な特殊関数だよということを話しました。で、それを踏まえた上で、このルジャンドル関数が、 どういった式で定義されるのかなということについては、こちらの式2.1のルジャンドル多項式、もしくはロドリグの公式という、こちらの式で定義されるよということでした。でこのロドリグの公式の分,こちらの分数の部分、ここについては定数で、後の微分のところ、こちらが N 次多項式になるということから、 ロードリグの公式全体としては、えー、つまりこのルジャンドル多公式は N 字多公式になっているんだよということについてもお話をしました。えー、本当に N 字多公式なのかいということについては、具体的に値を代入しながら理解を進めていっていただきましたが、えー、例えば N イコール0のときから N イコール2のときまで、具体的に計算するとそれぞれ0次式、1次式、えー、2次式と。 えー、n 字多公式になってるねということをお分かりいただけたんじゃないかなと思います。で、旋、えー、回のエチュードに入りましょう。旋回のエチュードとしては、えーと、講義の中では n イコール0から2の時までやったので、続いて3、4の時、n イコール3、4の時の P3x と P4x、これを計算していただきたいというのが課題でした。はい、で、えーまあ 計算については単純に微分とかができればあでき大丈夫かなと思いますので、えー、詳細な回答は割愛しますが、えー、答えだけお示ししたいと思います。えー、P3x は2分の1括弧 3x3 乗引く3ということで、えー、こちら3次式ですよね。3次式になっている。で、P4x については8分の1括弧 35x4 乗引く 30x2 乗足す3ということで、4次式になっているというのが。 お分かりいただけるかなと思います。はい。えー、ということでですね、えー、この後もし計算するとしたら、P5X は5次式になって、P6X は6次式ということで、非常に分かりやすいですよね。まあ、こういった特徴がルジャンドル多項式にはあるということを覚えておきましょう。はい。ということでですね、今回の内容に入っていきたいと思います。ルジャンドル多項式の性質ということで、1000回のエチュードの答えを見て気づいたかなというサブタイトルのもと、進めていきたいと思います。 はい、えー、皆さん、えーと、前回のエチュードを取り組んでいる中で、ある特徴が各このエルジャンドル多項式の間であるということを気づいた方、いらっしゃいますかねもちろん、えー、この1個、このソエえジのインサフィックスのところが増えると、字数が1個上がるというのは、えー、前回お話しした通りなんですけれども、それに加えて、実は面白い特徴が、このそれぞれ。 他光しないとにあるんですよね。はい。ちょっとヒントとしてですね、色分けをしましょう。この赤のところと青のところでそれぞれ特徴があります。この赤の部分は同じ特徴で、青の部分は同じ特徴。はい。何か気づかれた方いらっしゃいますかね。もう今回のタイトルを聞いてれば分かってやるという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい。じゃちょっとネタバレをしていきましょう。 まず P0x イコール1。これはもちろん定数関数ですよね。はい。定数関数ということは、つまりこれは偶関数なんですよね。はい。よろしいでしょうか。で、P1x は x。x、y イコール x、えー。一次関数ですね。一次関数、y イコール x はこれは期関数でしたよね。はい。で、次に P2x、こちらはですね、確認すると偶関数になっています。 よろしいでしょうか。で、続いて、えー、P3X、こちらは、非関数になっています。そして、えー、こちら、p 1 x は、偶関数になっていると。はい、ということで,ですね。もうお分かりいただきましたね。つまり、こういうことです。PNX は、N が偶数のとき、偶関数で、N が帰関数のとき、帰関数だという特徴があるんですね。これ、非常に面白い特徴だと思います。えー、そもそも、偶関数、非関数ってなんだっけという方。 えー、ご心配なく、この後説明しますので、えー、もう大丈夫だよという方はまあさらっと流していただければと思いますが、はいまあ、とにかくですね、えー、と偶関数、奇関数、偶関数、奇関数、偶関数、奇関数、偶奇偶奇偶期と、こういう順番で現れるということですね。はい、もう大丈夫だと思いますが、えー、例えば P6x 割ったら、これは偶関数なわけですよね、P100x だとこれも偶関数だと、P99x だと、そんなの計算しませんが、奇関数だということです。 はいいうことをお分かりいただけたでしょうか。ということで、偶関数、奇関数というこういう特徴があるので、先ほど示した、まあ、ロドリグの公式ですね、まあ、あれはこういうふうに書き表すことができるということですね。式2.2としましたが、Pn マイナス X はマイナス1の n 乗 PnX と、まあ、こういった式で表されるよというところです、はい。1の時は、n が1の時はここマイナスが出てきて、2の時は消えますよね。ということで、偶関数になると。 えー、いうことがお分かりいただけたかなと思います。まあ、この特徴も非常に重要ですので、よく覚えておきましょう。で、偶関数、帰関数なんだっけという方、まあ、あのもしあの忘れちゃったよとか、そもそも知らないよという方、あいらっしゃったら、ここで理解を深めていただければと思います。偶関数っていうのはですね、まあ、英語では even f ファンクションというふうに言うんですが、何なのかいというと、こういった特徴を持つ式です。えー、定義域内の任意の x。 十、まあ、あれですね、独立変数 X、何でもいいです、X に対して F、F マイナス X が FX と同じになる、こういった関係が成立するなら、それは偶関数であるというふうに言われます。つまり、なんかマイナス1、例えばですけども、マイナス1を代入した答えと、1を代入したときの答えが一致すると、その場合は偶関数というふうに言われます。えグラフで書くとです、ね、こんな感じですね。 えーまあ、あの一,一番まあ一般的、有名なものは二次関数です。y イコール ax2 乗、たす bx たす c。これは二次関数ですけども、これが、えー、一番基本的な偶関数であるというふうに言われています。例えばですけども、えー、この中立のこの軸ですね、えーっとえー、この、えー、放物線のこの軸を対象として、それぞれこことここの値、まあ、代入したときに、答えは一致ですよね、一致しますよね。 はいえーまあ、もっと分かりやすいといえば、y イコール x2 乗を考えていただきたいと思うんですが、x がマイナス1のときと1のときでは、どちらも答えは1になりますよね。同様に、マイナス2のときと2のときも一致する、マイナス5と5のときも一致するわけです。こういったときは、偶関数であると。であとは、y イコール c、これはつまり定数関数ですが、こういったものを偶関数に数えられます。 同様に y イコール x4 乗とか、こういったものも偶関数です。一方、オッドファンクションというふうに言われる、奇関数。これはですね、先ほど同じように、x に対して f マイナス x がマイナス fx になる、こういった特徴を持つ式、関数を奇関数というふうに言います。はい。えー、つまり、これはどういうことかというと、 まあ、x に1つまりマイナス1代入したものと1を代入してそれにマイナスをかけたものが一致する。こういったのが帰関数です。これ話だけ聞いてるとよくわからないかもしれませんが、具体例を見るとよくわかるかなと思います。えー、こちらで一,般一番、えー、一般的なのは一次関数。これが帰関数です。えー、x に1を入れてマイナス1を入れてください。そうすると答えはもちろんマイナス1ですよね。次に x に1を入れてください。 それにマイナスをかけると。そしたらマイナス1になりますよね。はい。まあ、こういったものは、えー、と1次関数、偶間数、空間数というふうになります。同様に、この5次関数とかも考えていただけますと、えー、マイナス1入れた答えと、1入れてマイナスをかけたものの答えが一致すると。まあ、こういった関係のものを奇間数と総称しています。先ほどの偶関数は、Y 軸に対してね、グラフが Y 軸に対し関して対象である。 つまり、まあ、のオールトピッたり重なるという線対称ですね、線対称の関係になるという特徴がある一方で、基、えー、関数の方は、グラフは原点に関して対称だと、要は点対称になるよという特徴がありますので、覚えておきましょう。で、えー、偶関数と基関数の判別の仕方、余裕じゃんと思う方いらっしゃるかなと思います。例えば えこの X の指数部分が偶数だったら偶関数で、奇数だったら奇関数なんでしょと思うかもしれませんが、それが落とし穴で,です、ね、そんな簡単、名前優しいものじゃないんですよ。一概にこの実数だけでは判断できないということで、ですね、まあ、例えばの話、Y イコール X く X2 乗、これちょっと計算していただきたいんですけど,けども、ここ2乗がついているので、あ、偶関数かなと思うかもしれませんが、実はこれ偶関数じゃないんですよね。例えば、 x にマイナス1を入れていただきたいと思いますが、そうすると、マイナス1引く1ということで、つまりマイナス2になりますよね。でも、x に1入れると1、1引く1で0になると。あれ答え1しないじゃんと。この式成り立たないよということで、偶関数でもなければ、非関数でもないんですよね。まあ、そういったものもあります。だから、3種類ですね。偶関数、非関数、どちらでもない。まあ、そういった えーまあ、分類ができますので、えー、覚えておきましょう。まあ、この話をふ、えー、踏まえますと、先ほどの式2.2の意味があよくわかるんじゃないかなと思います。なぜここにマイナス1がついているのか、ね。先ほど言ったように、えーまあ、ここマイナスを入れたときに、マイナスが偶関数のときはつかないんですよ。で、奇関数の場合はつくということで、えー、1、つまり奇関数のときはマイナスが出てきて、2。 えー、偶関数のときはプラスになってマイナスが消えると。うまいことこのマイナス1の n 乗で補っているわけですね、この性質を。はい、というと,ところでですね、えー、っとルジャンドル多項式の特徴的なポイントということで、偶関数と奇関数、こういった性質があるんだよという話をしました。これ、具体的に証明ですね、これについては後半パートで解説したいと思いますので、お付き合い願いたいと思います。それでは一旦ここで休憩しましょう。お疲れ様です。